生地の上下のないもの、例えば柄、あの花柄が上向きだったりとか毛足のあるものは一方方向で裁断しないといけないんですけど、今回は生地の上下がないので型紙を1枚はこう取る、もう1枚はひっくり返してこういう風に取って裁断します。で今ここは2枚に、ここ側で2枚になっています。今回は夏物で透けない生地なので裏地をなしにして作ります。
ウエストは、最大が104センチなので、ヒップが入らないといけないので、ヒップが100までの方が着れるような寸法になっています。丈は80センチあるんですけど、身長や体型によって伸ばしたり短くしたりは延長で行ってもらったら、8枚はぎのスカートになっています。1、2、3、4、後ろにも4枚あります。ウエストから裾に向かって多少の、マーメイドラインになっていて、裾がこう波を打っているような形状となって、女性らしい優雅なシルエットになっています。